もしおはようございます。ちょっと、お茶じゃなくてあっち投げてほしいな。私、募金とかね、しないね。で、ぶっちゃけ、使い道わかんねえしね。透明性がないし、なんで人を助けなきゃいけないのっていう人だからさ。ね、自分がね、間もないのに、なんで人の助けをしなきゃいけない、自分で生きてけよって感じよ。人に頼んじゃねえよ、みたいなさ。人の金でね、助けてもらうなんてね、意外しろよって感じのタイプだから。そうでしょ？みんなだってさ、こう、辛いのにさ、なんで人を助ける余裕なんてないんじゃない？まあ、金銭面的にね、精神的には助けられるけど、金銭面だってみんな困ってるよね。ね、毎日さ、ね、コツ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 節約したりね、買いたいものも買わないで我慢したりとかさ、高い家賃払って、ね、電気ガス水道払ってね、やりくりしてるやん。で、これはチャリティーじゃないよ。で、チャリティーだったらもっとくんない？で、それでもいいよ。チャリティーで、ね、募金制だったらもっと私を応援してんだったらくれてもいいよね。ね、愛は地球を救うだっけ？ね、みんながナナちゃんを救うだよ、これ。私を救ってください、もっと。募金だと思ってるね。一ヶ月、毎日毎日まとめてくれる人がいるのよね、うち。その日に起きたこと、その日の、なんつう、日記みたいなさ。8月の1日、今日の名言。去年の自分より、今の自分の方が綺麗だと思ってるかな。老けも美しさと思ってるかな。若返ることが美しさと思ってないかな。名言ね。ね、名言だよね。あれ、さらっとね、こういうこと言ってんすよ、毎日。みんな話聞いてないだけで。結構いいこと言ってんだよ、私。もうそろそろ本出そうかな、みたいな。うん。毎日毎日言ってんだよね、こういうことね。この日はあれで、ね、ダッスーとピクミンでね、ピクミンのグミだね、探しに行って、みたいなさ。それで結局、なんかそのレアなやつが当たったんだよね。この水ピクミンっていうさ、水色のやつね。これが9月1日。で、9月2日、今日の一言。あなたはその人じゃないんだよ。その人になりきれるわけじゃないよ。人の名前を使って何かをする人とか偉そうにする人って私は嫌だと。これはスイカ爆弾だよね、次の日ね。スイカ爆弾をね、こうテントみたいのでやったんだけど、なんか不発だったんだよね、今回ね、今年ね。俺ね、なんかその一瞬がさ、棒かなんか倒れちゃって、わざわざこうやってさ、テントみたいにね、設営をしたんだけど、倒れちゃっていいとこがそんなに見えなかったっていうの。そう。これが9月2日。9月3日。今日の一言。女は安いと思わせちゃダメよ。自分にブランド価値をつけていかないと。で、次、8月5日。今日の一言。月曜って週の始まりだよね。せかせかしてどうすんの？月曜日だからこそまったりしなきゃダメなんだよ。まあ、その通りだね。月曜日は結構さ、なんかさ、焦ったりとかしてる人多いのよ。疲れ、なんつうの。お休み明けだかな、なんかね、イライラしてる人も多いんでね、仕事行きたくないとかさ。まあ、これは お好み焼きを作ったんだね。で、8月5日火曜日、今日の一言、失恋したら新しい人がいますよ。引きずっている思ってる時間がもったいない。新しい男を探しましょうということでね。まあ、そうっすね。結構引きずる人とかも多いよね。これはかき氷を食べに行ったのかな？ここの店でもさ、2回行ったんだよね。聖樹くんとも行ったんだよね。聖樹くんと希少くんたちともさ、この同じ週に2回行ったみたいな。確かね。で、8月7日。今日の一言、だらしないおっさんでもできるんだ。私たちも頑張ればできるんだっていう夢と希望を与えたい。
夢まるもろさんになっちゃダメなんだよ、無限くんね。この日はあれだね、肌ちゃんが家に来て、こともと待ち合わせした時かな。これも面白かったね、このね、回も。盛り上がったよね。肌ちゃんが家に来てね、次回、じゃあこともと会いましょう、みたいになってね。あ、違う、お家で待ち合わせしてたんだ。それで結局来なくて、みたいな。こともシリーズみたいなね。あとこれだね。多摩川で、アヒルボートですね。その後、政治君たちが合流して、みたいなね。で、この時に、仲良くなった高校生がさ、LINE してくれるんだよね。この時に突入してくれたんだけど、高校生の子がね。そのリスナーさんと今 LINE してんのよ。うん。で、多摩川の氾濫とかさ、昨日とかやばかったじゃん。その状況とかを写真撮って送ってくれたりとかね、リポートでさ。うん。そういう情報が入ってくるんですよ。で、8月12日、何ギャバンすればいいのよ。何ギャバン？どういうことこれ？何がバンすればいいのよ。これどういう意味だの？何ギャバン？宇宙刑事ギャバンってことかな？あー、胡椒のギャバンってことかな？あ、はい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 。これこれさんの誕生日の日で、なんかムービーみたいの送ったんだよね。ブルブルマシンがこれこれさんが好きだって言うからさ、わざわざね、配信中に動画を撮って送ったみたいな。それ結局、放送とかでもさ、取り扱ってもらえなくて、ねえ、ちょっと、私が拗ねちゃったんだよな。滑っちゃって。明日石川さんの誕生日なの？本当に？あ、これはプールだね。お家でプール。遺体は入れ物みたいなのだと思ってるよ。実際にこのソウル、魂が大事じゃないんですかって。これ最近私よく言うね。お家でプールしてね。こう考えるとさ、いろんなことやってない私。マジ盛りだくさんだよね。この、1ヶ月でこんなやってんだよ。どうすか？みんなさ、つまんないのなんだのって言ってるけど。結構やってるね。この日はお家でプールでしょ？で、この日はなんだ？あーなんかね、よくわかんないね。燃料を作るっていう配信だ、これ。で、次の日が、なんかこのテントを張ってね、非常食みたいな感じで、サバイバルみたいな。で、その後に、これ台風だよね。台風でシャンプーをやったんだよ。これね、ゴキブリとかカブトムシって言われたけど。これはなんだろう、この日はちょっと わかんないな。あ、養分くんも来ましたね、養分くんもね。来ましたね、この日ね。花火をやった日に。だ結構あれだね、コラボとかも多かったんでね。その次の日はスクラッチやって、この日はよくわかんないな。このね、なんかダダズベリのなんかコスプレみたいのもやって、これは何だろう、大阪かなこれ。大阪行って、モスバーガーやってて、これはもう今週だね。まあ、こんな感じの8月でしたと。うん。なんか明日が9月になるのかね。早いよね、ほんと1ヶ月ね。もう夏休みも終わるんじゃない？大学生とかって9月からもうあれだよね、学校だよね。うん。大学生、小学生、中学生も。